はいどうも、ヒョドルです。デジモンストーリーサイバースルースハッカーズメモリー続きをやっていきたいと思います。ウーパールーパーのウーパーくんだかルーパーくんだかちょっと忘れましたけど、のぬいぐるみをね、ゲットすべく、池袋にエデンの、なんか特別な人だけの体験会の、発表会がある。体験会があるとのことで、そのチケットをね手に入れようとこの売人にコンタクトを取るところですね。よく俺が売人だって分かったな。ああ、その服あんだらフーディーか。便利屋さんにはこの程度の情報を仕入れるのはお手の物ってわけだ。だがこのチケットはレア物だ。ガキが払える値段じゃないぜ。確かにチケットは相当高値になっているようだ。どうしようか。チケットを売った人のリストがあるか聞いてみて。そんなのくれんの？顧客の情報を残してるかだと？そりゃあるさ。いいお得意様になるからな。おっと、分かったぜ。さてはそいつらに直接交渉してチケットを手に入れようって腹だろう。そんなことされちゃ俺の商売に影響するからな。顧客情報は渡せないぜ。そりゃそうだ。それにハッキングしようとしても無駄だ。オタクらハッカー対策として情報は紙に書いて持ち歩いてるんだ。なんか裏稼業感あるね。最近じゃ紙媒体の方が安全性が高いケースが多いんでね。悪く思わないでくれよ。こっちも商売なんだ。紙の資料にしか情報を残していないなんて念入りだね。あいつが言った通り、顧客情報からチケットを持っている人に直接交渉しようと思ったんだけどねえ、ちょっとの間でいいからあいつの注意を引いておいて。スリスリするの。あいつの足元にカバンがあったでしょ。きっとあの中に顧客情報を書いた紙があるんだと思う。やべえ、ただの泥棒だ。盗んだりしないよ。いいからやって。本当ですか？よくわからないが今はエリカが言った通りにしておこう。さてこれはね、青いヒョードルのねユニークさが試される。わあ、ほらもうなんか来た。売人ちょっとチャラそうだからな。おや、あっちにジミー・ケンさんがいるぞ。ジミー・ケン？マジかよ、俺すごいファンなんだ。サインもらってこなきゃ。ほら絶対そうだと思った。それに逃げろ、それ逃げろ。よし、今のうちにカバン置いてくなよ売人。どうすんだろう。これが顧客リストね。よし、あ、これ暗記したみたいな感じかな。エリカちゃんなんか脳のリミッターが外れてるみたいな話だったし。なんだよ、どこにもいねえじゃんか。誰かのいたずらか。お疲れ様、うまくいったよ。リスト全部覚えてきた。やっぱりワームモンから聞いたでしょ。私の脳はエデンサーバーとつながってるの。一度でも視覚情報として取り入れればあとはもう情報として変換されるんだよ。すげえ、忘れられないってやつ。人間忘れるの大事ってよく言うよ。数十人単位の名前と連絡先くらい苦もなく覚えられるよ。顧客の中に何人かお兄ちゃんに借りがあるハッカーがいたの。チームダイナソー教のハッカー。その人に話をつけてくればチケット譲ってもらえるかもよ。クーロンのレベル2あたりを縄張りにしているチームだから行ってみたら。ダイナソー教ね、なんか序盤の方でこうバトったような気がする。私は疲れたからフーディエで待ってる。喉も渇いたし。チケットを持っているハッカーはクーロンレベル2にいるようだ。行って譲ってもらえるか聞いてこよう。譲ってもらえるか聞いてこようっていうか、もう完全に脅迫まがいになりそうだが、人間にはコンピューターのスペシャリストがいるそうだ。ハッカーというらしいがお前もそうなのか。まだまだ新米のハッカーなんだけどね。質問があれば今度ファーム行った時聞いてあげるよ。なんか脱新人のミッションだみたいな、ちょっと前にドリーミンだったかな、そういうやり取りがありましたけど、いつまでも新人気分でいるんじゃねえぞ。怒られちゃうよ。で、ちょっとエデン行きましょう。クーロンレベル2ね。ダイナ総教。あ、リュウジどうしたの？お前か、何か依頼の最中か？エデン体験会のチケット、奇遇だな。俺も同じ依頼を別の依頼人から受けたところだ。これ兄ちゃんやろ多分。やっぱり。何話してんだよ、早くチケット探しに行けよ。俺は依頼人だぞ。こいつろくな大人にならねえ。うるせえ、ロハ同然の仕事を引き受けてやったんだ。少しは感謝しろクソガキ。やべえリュウジ怖え。こいつの依頼で俺も体験会のチケットを探してる。何でも妹のためにチケットを手に入れたいらしくてな。ちょっとリュウジさんほっとけなかったのかな。妹の名前はミナじゃないかって。なんでそんなことまで知っている？なるほど、目的は同じだったみたいだな。あいつ自分でチケット手に入れようとしてたのか。ちゃっかりしてるよな。それなら俺の依頼はもういいや。諦めるのか？だって俺が手に入れたってチケット余っちまうし、妹に振り回されてバカみたいじゃん。俺わがままだし、言うこと聞かないし、そのくせ要領いいし、本当嫌になっちゃうよな。どっかの妹と一緒じゃん。でも喜ばせたくて俺に依頼したんだろ。あいにくうちは一度受けた依頼は絶対にこなすのが信条だ。チケットは手に入れてやる。もう一枚はお前の分だ。一緒に行ってちゃんと妹の面倒を見てやれよ。それが兄貴ってもんだ。この依頼受けたばかりでな。これから本格的にチケットを探すつもりなんだが、お前何か当てはあるのか？なるほどな。ダイナ総教のハッカーに話をつけるのか。いい線いってるじゃねえか。奴のところに行くなら俺も行く。その方が話も早く進むしな。兄の依頼と妹の依頼、まとめて片付けるぞ。兄ちゃんかっけえな。お前をオープンスペースで待っていろ。この先はガキの来るところじゃねえ。頼んだぞ絶対。チケット手に入れろよな。任せろ。いや兄ちゃんですね。ファーム2の特訓指示が完了した。ちょっとこれ、デジファーム戻っとこうかな。ちょっとね、デジファーム覗いとこうと思って行ったんですけど、これですね、ワーガルルモンだと思うんだけど、これ、ガルルモンがね、特訓で攻撃力ボーナスプラス11がついたので、ワーガルルモンに進化できるようになったので、こちら、進化させておこうと思います。けど、ワーガルルモンになったところでね、結局戻さなきゃいけないんだけど。って考えると別のやつの方が良かったかな。まあ、いっか。才能10だからね。結局才能20なんで足りないんだよね。究極体にはなれない運命。こいつもね、8でしょ。結局な、無理だから戻した方が、てか別のやつにとりあえずした方がいいかもしれない。もう9、足りないね。そもそも完全体にはなれる。いますね。これがダイナ総教のハッカーかな。よー。リュウジ、なんだよ、何しに来たんだよ。ご挨拶だな。俺が会いに来ちゃ悪いってのか。お前が俺のところに来るときは、大体無茶な頼みを聞かされるときなんだよ。そう言うな。俺のおかげで無所域を逃れられたんだ。恩売ってる。少しぐらい恩返ししてくれたって罰は当たらねえだろ。あんたいつもそう言うじゃねえか。龍二、かなりなんかえぐいね。で、本題は何なんだよ。エデンのバージョンアップ体験会のチケットが欲しい。譲ってくれ。完結。冗談だろ？あれはプレミアチケットだぜ。俺だってようやく手に入れたんだ。金を積まれたって無理なのに譲るなんてとんでもねえ。いくらあんたでもそれは無理だね。それなら賭けをしないか。お、こいつはうちの新人ハッカーだ。こいつとお前で戦って俺たちが勝ったらチケットをよこせ。その代わりこいつが負けたら当分お前からの依頼はロハでいい。おほほ、責任重大じゃん。マジかよ。ザクソン御用達の便利屋様をタダでこき使えるってわけだ。こりゃいい。いいのか？負けたらどうするだと？何弱気になってやがる。あんなのに負けたらフーディエじゃねえぞ。あんたも災難だな。悪いが俺はチームの中じゃ腕に自信がある方だ。恨むならそこにいるあんたのリーダーを恨めよ。その割には成長期なんか釣れちゃって。おお、結構強い。あら、これは反射か？魔法反射っぽいですね。ああ、なんかちゃんとした戦い方してくんな、こいつ。あ、けど全部ウイルスか。まあ、変える必要はないかな。ジェノサイドアタック。どうしよっかな。横門から片付ける。ああ、やべえ、結構強えぞ。まずい。エクスヒール。いっすげえ、1500とか回復するのか。チェインプラスナノマシンブレイクアンブッシュクランチ。これがどれくらい効くかですね。ああ、まあそんなもんか。そう、補助魔法とかをね、そろそろ覚えていかないときついですよみたいな話はね、いただきまして。あ、こいつベノムトラップあるわ。これだ。毒にしてこう。そんでジェノサイドアタック。あとは毒で死ぬだろう。ラプタードラゴンは次はガジモン。倒せるやつから倒してく。いいね。ライラモンが狙われないのがラッキーだね。やっぱこいつら成長期がバフかけてくる感じですね。よし。ハイラシャワーじゃなくて、クレセントリーフじゃなくて、ベノムトラップ。これ、こいつに毒かけといた方がいいかな。ああ！おしおしおし。アンブッシュクランチ。あ、マジか。ゲー混乱だ。あー、やばい。次回攻撃超強くなるやつや。あー、ガードとかしちゃおうかな。ライラモンとか絶対やばいっしょ。わあ、あー、ガードしといてよかった。でジェノサイドアタック。悩むな。こいつやっとくか。そんで、ちょっとまずいな。エクスヒールで自分回復しとこう。で、ラプパニックリカバリー、これだ。無理は禁物だ。なんかちょっと初めてバトルらしいバトルをやってる気がしますね。毒にかかれ。おしゃ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 、いいね。ほんで、オッケーオッケー。ほんでアンブッシュクランチ。あ、やべえ、毒消えちゃってるじゃん、まずい。まだカウンター耐性だ。ベノムトラップ、カウンター効いてもいい。毒になれ。あー、レジスト。うげ、やべえ、痛い。これはまずいぞー。いやー、大変だわ。無理は禁物だ。いや、結構なんかちゃんと戦わないとしんどくなってきましたね。アタックブーストをラプタードラゴンに入れて、アンブッシュクランチ、もうこれで押すしかない。ダイラモンのカウンターマジきついんだけど、ベノムトラップ。あ、もう毒なんないのかな。一回レジストンだったらダメなのかな。ダメっぽい。じゃあちょっとライラモン、これもどうよって感じだけど、クリサリモンに入れ替えてアンブッシュクランチ。お、クリティカル出た。痛い。データクラッシャー。ああ、やっと倒した。はあ、きつかった。いやー、これがね、これがあれですね、補助技とか超大事っていうのが身に染みてきた感じしますね。んがー、負けたー。なんだよ、お前も強いじゃねえか。フーディーなんでね、よく考えたらリュウジの後輩なんだ。ただもんじゃねえのは分かっていたのによ。くそうまく乗せられちまったぜ。賭けは俺の勝ちだ。文句はねえな。とほほ、持ってけ泥棒。リュウジさん、ひどい。え、お兄ちゃん便利屋さんと一緒にチケット探してくれてたの？ああ、ちゃんと2枚手に入れたぞ。だからもうべそかいたりするなよな。うん、ありがとう。お兄ちゃん大好き。元気なやつだな。本当はね、みなもお兄ちゃんと一緒に体験会行きたかったんだ。便利屋さんもありがとう。わーい、体験会行けるんだ。やったー。早く行こう、お兄ちゃん。みな帰ってお洋服決めなきゃ。おい、待てよ、はしゃぐなって。これで依頼は完了だな。ん？俺の方の報酬は何だったかって？笑うなよ。デジモンメダルとプラモデルだ。そっちもか。似た者兄弟ってやつだな。報酬はちっぽけの、何の労力にも見合わねえ依頼だが、たまにはこういうのも悪くねえな。マジダイナソー教のハッカーがかわいそう。あ、おかえり。依頼済んだんだね。ああ、お前も手伝ったんだってな。妹、チケットが手に入って喜んでいたぞ。私はただ報酬のためにやっただけだもん。ウーパーくん、後で届けてくれるってコメントが入ってた。届くの楽しみ。それよりジュース入れておいてあげたよ。一息入れれば。エリカちゃん、どうしたのよ、出れちゃって。何その顔。私がねぎらっちゃおかしい。一応ウーパーくんのために頑張ってもらったわけだからね。はい、お兄ちゃんにもあげる。ああ、悪いなエリカ。これか。ん？いや、なんでもない。エリカが他人に飲み物入れてやるなんてめったにねえぞ。お前もグッといけ。ウスグイッとグビ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 。え、甘ーい久しぶりに聞いたわそれ。スピードワゴンね、うまい。だが甘い、甘すぎる。飲んだ瞬間、砂糖の元気やあらゆる甘味料を投入したような味が口いっぱいに広がってくる。これは人間が飲んでいいものなのか。これかって言ってたのはリュウジは知ってたんだ。これあれかな、エリカはこう脳がフル回転してるから糖分めっちゃ必要みたいな、そういう感じ。ズキトイレか、あ、歯か。その時ふと僕の奥歯が、いや全ての歯が猛烈な痛みを訴え始めた。まさかこれはあまりの甘さに一瞬のうちに全ての歯が虫歯になったとでも言うのか。嫌だ、生まれてこの方虫歯が一本もないのが自慢なのに。嫌だ、虫歯は嫌だー。ちょっとしっかりしてよ。あまりの甘さに気を失っていたようだ。人が作ってあげたジュースを飲んで倒れるとか、失礼にも程があるんだけど。失礼と言われましても。そうだよ、私が作ったの。悪い？私だってたまにはそういう女の子っぽいことするんだからね。甘かっただろう。エリカはな、度を越した甘党なんだ。市販のジュースじゃ甘味が足りなくてね。いつも自分で作ってるの。店にあるドリンクコーナーでね。ブドウ糖をふんだんに入れた特製ジュースだよ。疲れた脳みそはブドウ糖を摂取するに限るから。確かに甘味が強いとは思うけど、慣れてくると癖になるんだよ。もう一杯飲んでみる？そこまで嫌がらなくてもいいでしょ。そりゃちょっと甘すぎたとは思うけど、味はちゃんとこだわって作ってるんだよ。お兄ちゃんはいつも喜んで飲んでくれるもん。今だって全部一気に飲み干してくれたし。リュウジさん本当に飲んだんすか？怪しい。妹の気持ちを無駄にはしねえ。それが兄貴ってもんだからな。やべえやべえ、根性論だ。兄弟の絆が深まっている。エリカの笑顔を見るリュウジはとても満足そうで、そして誇らしげであった。しかしその膝は尋常じゃなく震えていたのであった。やっぱそうなる。やっぱ気合で我慢してんだ。飲んでるんですかとか疑って悪かったわ。はあ。クイズだよ。数ヶ月前君が突然エデンにログインできなくなったのは何が原因だっけ？アカウント狩りされたからだよ。リアルマネートレードとかそんなことしてねえし。インプもそんな質問を俺にぶつけてくるとは。さすが悪魔のようなやつだな。傷ついてんだよこっちは。んじゃあ、依頼を報告。次はあれですね、中野ブロードウェイでまたなんか知り合いの女の子が困ってるだかなんだかって言ってましたね。でそちら行きたいと思います。今回この辺にしていきたいと思います。どうもありがとうございました。